メミルムクは蕎麦の澱粉から作る灰茶色のムクである。韓国料理でパンちゃんや魚として食べられる。20世紀中頃から末の韓国ではメミルムクとカルトックは路上で屋敷として広く提供されてきた。近年ではダイエット食としても人気である。他の蕎麦料理と同様に寒温度、特にピョンチャン群ヨモギツボ麺の名物である。の全粒を水に浸して、 苦味を取る。浸した全粒を石臼で引いてこす。得られた液体を整地して層に分け、上層の水を捨てる。そばでんぷんが溜まった仮層をかき混ぜながら加熱し、冷やすとゼリー状のムクとなる。メミルムクは細かく砕いて、キムチや入り、ごま、醤油と混ぜ、ムチムやパンちゃんとして食べることが多い。寒ボンドでは、小さにも用いられる。カキには、冷たいキムチ出汁を用いて、 メミルムクのサバルを作る。陶器には牛だしと醤油を用いて熱いジャンククを作る。英州市では今でもムクパプを伝統的な方法で作り食べている過程もある。古代にはメミルムクはトッケビを引きつけると考えられてきた。メミルムクは付属によるクッという儀式で伝染病の原因と考えられていたトッケビを追い払うのに用いられる。また、 儒教の儀式であるチェサや仏教の儀式であるコサも同じような目的を持ち同様にメミルムクが用いられる。韓国の漫画ドケビブライドではトッケビを呼び出す重要なアイテムとしてメミルムクが登場している。ありがとうございます。